よし、じゃあ改めて奥に行きましょうか。ちょっと戦闘メンバーはいつもの3人にしておきましょうかね。いきなりやばいやつが出てきても対処できるように。とりあえずここの奥へ進んでいけばいいみたいなんですけど、印がある。安息を求める魔物があと10体、うん、あと10体ぶち転がしてこいと。亀はとりあえず10体捕まえてますからね。まあ適当に遊んでやりたいとこですけど、あいにく今のアーロンさん流星が使えないから普通に倒すしかないか。はい、終わり。ティーダの武器をアルテマウェポンからまたブリーダーソードに戻しといた方がいいですかね。まあ、捕獲済みのモンスターは普通にぶった切ってサクッと終わらせるのがいいでしょうけどね。時間もかからず済みますし。ほんとよく亀合うよね。しょうがねえ。もう一回ちょっと、星になってこい。ホームラン。周り壁だらけですけど、ちゃんとどっかに飛んでいけたんですかね。アダマンタイマイさんがまた星になってしまった。ここは一本道が続いていく感じなんですかね。何体目だよこいつは。じゃあもうオーバーキルできれば AP も増えますからね。うん、非常に美味しい。まだまだ伸びていきますね。これは細長い板のような壁のような。倒れた。宝箱は守護の腕輪はアーロンさんですかね。新しく拾った方の守護の腕輪は完全暗闇防御と完全即死防御。うん、石化とかの方が怖いからな。でもこの辺は今のままでいいや。ウルフラマイター、こいつらは10体まだ捕まえてないんだったっけ。またちょっと防御崩して捕獲できるかどうか様子見ましょうか。ティーダちょっとブリーダーソードに持ち替えないといけませんね。へい、よいしょ。おい、イギバゲット、まだ10体いってないみたいですね。こいつもじゃあちょっとアーマーブレイクして捕まえに行きましょうか。ん、ダメよアーロンさん、とどめ刺しちゃダメだよ。捕獲武器じゃないからねアーロンさんは。でこっち側にカメラさんが荒ぶっている。こっち側でいいんかな。ここはまた奥に印が見える。ん、やばそうなんが出てきた。キングベヒーモス、倒すとメテオで反撃してくる。どうすればいいんだ。サイレスバスター、サイレスが効かない。でもって殴りも痛い。とどめ刺すタイミングでなんか誰かを防御させとかないとまずいみたいな、そういうタイプの敵なんでしたかね。アーロンさんだけちょっとガード、マイティーガード、いい技使いますね。うん、どうしよう。リレイズとかしなくても大丈夫かな。死に際のメテオがどれぐらいの威力かちょっと分かりませんからね。ティーダとアーロンさんだけちょっと防御させて、わっか、すまんが全力で、うん、生き延びろよ。お、捕獲ができた。捕獲で仕留めればそうか、メテオは使わせずに訓練場送りができるわけだ。むしろ10体捕まえた後が怖いな。こっちの印は、うん、安息がどうこうとかは出ないんですね。普通に奥に行けた。宝の中身はラスエリクサー、いいですね。最終決戦近いからね。あとはなんかお宝なったりしないかな。デビルモノリス、こいつはオメガ遺跡にいたやつで、もう多分10体捕まえてますからね。
普通にやっつけちゃっていいかな。流星、うん、お前も、うん、流れ星に変えてやろうか。飛んできましたね。あんだけ重そうなのも軽々と吹っ飛ばせるあたり、アーロンさんもだいぶ人間をやめている。まあ死人ですからね、死んだ後すごいなんか力がついたのかもしれん。2万ギル、また大金が。あとはこの印はなんか、お、競り上がった。いきなりあんな競り上がり方したらびっくりするでしょ。バイバイ。亀の処理もだいぶ慣れてきた感があるね。細い道が続いてんのか、ここ落ちたらと思うとすごいなんかヒヤッとするな。 HP スピア、あ、今拾ったね。 HP 伸ばしときたいのはやっぱティーダーとかワッカとかですかね。よく戦闘に出しますので、ワッカの現在地がちょうど空きますなんで、ここにもう HP スピア使いましょうか。進めるのはまた後でちょっとまとめてやるとして、今とりあえずここ発動するだけにしときましょうね。で、こっち側に行けるんかな。モルボル先生はでも取ってこないんですかね。オメガ遺跡のはいきなり先生取ってきたからすごい怖かったですけど、こっちは動かれる前に倒して捕まえてしまおうね。ゲット。モルボルグレートはオメガ遺跡でまあ何体捕まえてたかな。物理防御スピアは誰に使わせるのがいいかな。リュック、とりあえずここに埋めときましょうかね。降りるときはこっから降りれる、うん、戻りはゆっくり。登るときすごいなんか勢いよく突き出たのにな。あとは、うん、初めて見る。バルバトゥース、アーマーブレイクを使うとなんかありそうなんですけどね。聖罰使ってみる。まあ、アーマーブレイクも兼ねてますからね。ほい。HP が9万5000ですから、限界突破なしで削り切るだけでもすごい大変そうですけど。とりあえず、柔らかくなったっぽい。けど、胸を開いた。シュトルムフレーム。って、あ、これは。とりあえず、ダメージは通りやすくなったんで。またちょっと動かれる前に削っていかないといけませんね。ほらん、シュトルムフレームまた使うの。爆発を自分の腕閉じて、なんていうか防御する動きとかはなんか細かくていいですね。これで倒せる。こいつも10体捕まえるっていうのはすごい大変そうだよな。回復しとこう。エクスポーション、ハイポーションがいっぱいあるから、まあまだアイテムには、ね、困りませんけども。この奥に行けるかな？なんかお宝とかはありそうな雰囲気なんですけども。ん？ボルボル、先生捕らえたね。これはじゃあちょっと、リュック、挑発よろしくね。かかってらっしゃい。臭い息吐かれたらもうどうにもなりませんからね。まあとりあえず封じることはできたんで、あとはもう削っていけば大丈夫かな。残り HP が34000。もう一回くらいちょっと消化液食らっちゃうかもしれんけど、じゃない。て
先制捉えていきなり草行き測れないだけでも本当、うん、勝率が上がりますよね。バイバイ。ささっとこいつはもう受体捕まえて四柱を武器でサクッと倒してしまえるように済ませたいですけどね。おお、びっくりした。そういう心臓に悪いのやめようよ。ここからなんか入れそう、うん、滑ってった。謎スペースにたどり着きましたけど、ここはセイブザクイーン。セイブザクイーンといえば剣なんですけど、 FF10 のセイブザクイーンは確か杖ですね。ピンチにドライブ、うん、瀕死になるとオーバードライブゲージが満タンになるみたいなんだけど、ニルバーナあるからね。いいや。また君か。終わり。ええ、シュトルムフレームは地味に痛いですね。耐えられない、やられちゃう人もやっぱ出てきちゃうから、あんまり出くわしたくない。でも捕まえなきゃいけない。このジレンマよ。こっから登っていけるんですかね。よいしょ、うん、よじ登れる。よいしょ。これで上まで戻ってこれたんですかね。カメ、うん、カメは星になってもらおう。流星。祈られる立場だと思うんだけどね、流れ星って。壁を貫通していった。真の体内は不思議なことが起こるな。あとはこっから奥に行けますかね。ん？どうもここが一番奥っぽい死者の塔ですね。こっから先に進んでしまうと引き返すことができなくなると前世の記憶は告げていますので、一応セーブするだけして戻りましょう。まあ戻るって言っても歩いて戻るんですけどね。このエリアの入り口あたりには安息を求める、ね、魔物があと何体とかあったわけですけど、その壁をちょっと調べに行ってみましょうか。何か変化があるかもしれない。うん、戻ってこれましたかね。ここの扉最初調べた時は全然開かなかったけど、魔物結構倒したんで、今なら安息を手に入れた魔物たちがエボンの封印を解き放つ。開いてんじゃん。これで奥のお宝が取れない。まだある。26区安息を手に入れた魔物たちがエボンの封印を解き放つ。もうちょっと魔物倒してたから、うん、取れたっぽい。2段階認証。ガードが硬い。さあその先がまた2度あることは3度あるって言うからね。安息を求める魔物があと14体。ここに来てまた増えたね。もうちょっとじゃあこの辺で14体魔物捕まえながらね、やっつけて回りましょうか。しょうがねえな。終わり。終わり。ほら。消えろ。そこまでだ。さあこれで目当てのなんていうか数だけは倒せたんじゃないかな。安息を求めるものがあと1体、うん、数え間違えてた。あと1体かよ、クソ。もうちょっと歩き回って適当にやっつけましょう。最後の1体はキングベヒーモス君。メテオは打たせんよ。動き自体は遅いんですかね。オートフェイスともあってやられる前に仕留められてるのは楽でいいですけどね。とりあえず今度こそ目標の数だけモンスター倒すことはできたはずなんで、3番目の封印が解き放たれた。
こんだけ手間かけるお宝なんですから中身は期待していいんだろうな。レベル4キースフィア、まあありがたいっちゃありがたいけどなんか違う。 HP スフィア3個入りとかなんかそんなの方が嬉しかったよ。チェク証明、まだまだね、ここの魔物を10体捕まえられてるわけではないんですけど、とりあえず一旦ちょっと飛空艇に戻って凪平原の訓練場まで行ってみましょうかね。帰ってきたよじいさん。また新しい魔物いっぱい捕まえてきたけど、すごい魔物を作ってきたんじゃないの。やっぱり新体内の魔物を研究してすんごい魔物を触ってたんじゃん。本当にすんごい魔物を。試しに、じゃあ、勝てるかどうかは別として、こいつはバルナの親戚アバドン、アバドン、とりあえずまずは人たち硬いっすね。自分にリフレクをかけて反射してくるタイプの強敵ですかね。輪っかはそうか、オートフェニックスがついてるから味方がやられても輪っかが生きていれば蘇生はできますけど、アルテマウェポンは通りづらいですね。切った時の音からしてやっぱこいつも硬い特性付きか。いや、しまった、輪っかはワールドチャンピオン持ってないからダメージがあんまり出ないのか。ちょっとワールドチャンピオンに持ち替えましょうね。こいつは捕獲できそうないんで、どせい、ボタグ、魔法のダメージが本当痛いですよね。輪っかが生きていればオートフェニックスですぐにね生き返ることはできるでしょうけど、輪っかがやられてしまうともう蘇生はできませんからね。魔力集中、すごい、なんか両腕に力を貯めていらっしゃる。エンブレム・オブ・コスモス名前がかっこいい、名前がめちゃくちゃかっこいいけど、これはやばそうな気がする。ああ、コスモス畑が見える。また恐ろしいもん作り出してくれましたねこのじいさんは。まだまだ修行が足りんの、オメガ倒したんだぞこれでも。もっと褒めてくれてもいいのに。ちょっとアーロンさん以外回復してもう一回ちょっと話しかけてみましょうか。お主が集めた魔物を研究して硬い甲羅を持つ魔物を育てたんじゃ。まあ硬い系のモンスターは今までねいっぱい捕まえましたけど、新種、見た目が綺麗、タンケット5134、硬いっすね。アーロンさんは瀕死の今ならズバッと12000、それでもなんかすごい削れるってわけではないんだね。おりゃアタック、大丈夫、単体だったら輪っかが生き返らせてくれるぞ。ズバッと、アーロンさんが一番ダメージ出てますからね。アーロンさんにちょっとヘイストを入れてバッサバッサと切ってもらうのがいいんじゃないかな。クリティカルとか出ればねもっとなんか削れそうですし。つうわけで、アロンさんどんどんやっちゃってくださいよ。アタック。大丈夫。変容がいっぱいあるぞ。ヘイストも、入れられますから。どんどんやっちゃってください。てい。バン。クリティカルがどれだけ出るかですね。よいしょ。一応まあ、確実に削ってはいけてるんですよね。全然なんていうか手応えが感じられんけど、回復はしてないからちょっとずつ、追い詰めてはいるはずすごい地味な戦いだね。まだ終わらん、よいしょ、バックティーダすぐやられちゃうね。 HP を限界突破させないとやっぱり厳しいか。おう、せい、 HP どれぐらいあるんでしょうね。
タック。マッカが全然狙われないよな。マッカはなんというかタイプじゃないのか、このタンケットさんは。よいしょ、えい、めちゃくちゃ硬い。ズバッと。ティーダーは割とクリティカル出てくれてますね。序盤で運を上げたのが効いているんだろうか。ほい、まだ倒れません。アタックリールとかそういう技をどんどん使わないと時間かかるでしょうね、この手の敵って。ほらん、アタック本当に輪っか狙わないね。聖罰使ったら柔らかくなったりしないかな。こういうモンスターってなんかブレイク系通らないイメージがありますけどね。まあちょっとやるだけやってみよう。聖罰で柔らかくなれば処理もしやすくなるでしょうけど、ガードって出ないってことは普通に入ったっぽい。もっと早くやっとくべきやったかこれ。そして本当に輪っかを全く狙わない。これでまあでも削るペースはかなり上がったはず。ラッシュアタック。アロンさん大好きなんだね。ドカーンとラッシュアタック。本気出してきたっぽいな。ちょっと勝てそうならこのまま頑張ってみよう。そしてまた置き攻めを食らう。オートフェニックスつけてるのはあとはリュックがそうやったかな。リュックを出しとってもいいでしょうけど、火力がちょっとね不安がありますんで。戦いに出すならやっぱりアーロンさんとワッカ、ティーダーの3人かな。殴られてすぐやられちゃうんだったらヘイスト入れる意味もあんまりないかもしれないですね。とりあえず生き返らせる。頑張って。ティーダーオートプロテスつけてても、ダメージが1万超えてるんじゃね。どうしてもやられちゃうか。オーバードライブタイプも変えといた方が良かったですかね。繰り返し戦闘中アタックリール使えないとね、あんまりダメージ出せませんし。すごい勢いでフェニオがなくなっていく。またこれあのリンさんの店で買い足さないといけないやつだ。ラッシュアタック。ほんとなんかこれいつ終わるんだろうね。ユーナを出してもあんまり意味ないかな。でもティーダーオートヘイストだからね、立ち回り早いので引っ込めない方がいいでしょうし。オートフェニックス要員のマッカとオートヘイスト入ってるティーダは常に出しといた方がいい気がする。まだ倒れん。これちょっとあの戦い始めたことを後悔している。勝てそうな気はするんですけどね。ここまで時間持ってかれるとは思わなかったよ。ラッシュアタック。遅遅、ここまでデフェニーを何個使ったやろ。ティーダがほんとなんかもう倒れたり起き上がったりで、すごいなんかかわいそうになってくるね。そろそろ終わりにしようぜ。粘るね。アタック。もう何回も見たぞこの光景。そしてラッシュアタック。無限期間が生まれてるんだけど、これどうすりゃいいんだよ。ループを勝ち抜く。なんでティーダさんすぐ死んでしまうんや。アーロンさんの一撃は本当に強いんですけどね。
かんと。生き返れ生き返れ、まだまだフェニオはいっぱいあるぞ。てい、すごい勢いで減っていくね。あとフェニオ何個やろ。17個。すごい減っちゃってるじゃん。輪っかを生き返らしてあげるか。もうちょっとここまで頑張ったんならもう勝とう。多分戦いの良さはほぼカットになるやろうけど、ここまで来たんやったらもう投げ出すのは良くないよな。ここで投げ出したら何回もラッシュアタック食らって倒れた3人がかわいそうになってしまう。まだ動くか。体力どれぐらいあるんやろうな。実はこっそり HP 回復してましたとか、そういったなんか、特殊能力があるわけはないよな。そんなはずはない。地道に削っていけばいつかは倒せる相手だと思うんだけど、その前にフェニオがなくなるかもしれん。いけるかこれ。一回の戦闘でこんなにフェニックスも使ったの初めてだ俺。ほら、そんなに、そんなに戦いたいよこいつは。おう、真っ赤がな。アタックリール使えればこんなことにはならんやったやろうに。よいしょ、これはちょっとまずいかもしれん。メガフェニックス使おう。こういうところで使わなきゃもったいないですけど本気出してきやがったね。ここまで来て無駄にフェニオを消費しただけで終わってしまったよ。負けてしもうたが、まだまだ修行が足りんの。ぶん殴るぞこのじいさんは本当に。ちょっとあのフェニオ補充させてくれ。フェニオとりあえず99個買ったので、まあまた同じような戦法はできるでしょうけど、もういいや。あとはもうちょっとあの報酬もらうだけにしとこうね。さすがにちょっと今のデコリタ、不思議なキノコ、不思議なキノコ、報酬もらうだけで言ったけどあれは嘘だ。ズバッと、おやすみなさい。寝かされちゃう、寝るだけだったらよかったのに。永眠させられた。負けてしもうたか。あんなに痛いと思わなかったのに。奇妙なエレメンタルを生み出したんだ。いやもう戦わない。さすがにもう勝ち目がない、次はねお金払わないといけないっていうのは言われますけど、いいよ。最強のトカゲを育てたんじゃ。トカゲ、いやいいよ。とりあえず今のところは報酬だけもらっときたいから。あとは恐ろしいボムを生み出したんじゃ。もうじいさんそのものが恐ろしいよ。こんだけすごい魔物いっぱい生み出してるわけですからね。恐るべき目玉を育てたんじゃ。ほんとなんかもう人生を捧げてるような、こういうモンスターの、なんていうのかな、作り出すのに。オメガ遺跡の魔物を研究してすんごい魔物を育てたんじゃ。リッチな財布を60個。オメガ遺跡の魔物っていうのはちょっと気になる。バルバトゥースの親戚のボーバン。ボーバン。硬い。シュトルムフレーム。反撃でまたすごい技使ってきやがるね。そら死にますわ。負けてしもうたか。今のはちょっと手抜いたからね。
我ながらどえらい魔物を作り出してしもうたの。最後の気分じゃい。どえらい魔物。うん、顔だけ見といてあげようか。どえらい、うん、見たことないタイプのモンスターですね。ネスラグ、カタツムリみたいな気持ち悪い見た目してますね。ワッカとティーダはそうだ、シチオ武器瀕死だとダメージが落ちちゃう。100万トン、うん、死ぬわ。すごい数字が見えた。大丈夫、ワッカ原型とどめてる。下で下で、うん、バシッてされて2万ダメージ。怖いな、なんか表情が読めないタイプのモンスターがなんかすごい怖い。負けてしもうたか。100万トンの質量を持つモンスターってやばすぎるでしょう。さすがにこれ以上はモンスター作ってないんだね。うん、とりあえずセーブしとこっか。恐ろしい目にあった。